はい。問題としては機械の中を一回出すもう破らを組んで出して綺麗にして選挙だよ。そうです。でいっぱい溜まっとるということだよね。そうです。で他はもうそこ殺して使うしかないって感じです。なんだかやるの流れとしては全然問題ないみたいなんですよ。で岩崎さんのもういいところはこの流れは全然いつも頑丈に作ってるんです。ここ見ていただくともう結構頑丈に作ってるんですよ。こんな感じで作らなくてもいいぐらい作ってるんですけど、ただ部品がもうちょっと大きくあればこんな問題にならないんですよ。これが新しいです岩崎だとこれが大きいんですよ。だけどまあそれはちょっと初回バージョン、うちも中古に対してそこまで